ミルトン・ガンモ・マルクスは、アメリカ合衆国の喜劇俳優、マルクス兄弟の四男。ニューヨーク市に、ユダヤ系ドイツ人移民の子として生まれる。兄弟たちと共に、ボードビルの舞台に立つが、第一次世界大戦の際に徴兵され、役者としての活動を休止する。舞台を降りたのは単に演芸に飽きたからだとも言われる。彼が、兵役に着いたのは休戦協定の直前だったため、 海外へ派兵されることはなかった。退役後のガンモは、洋塞事業に携わった。後に彼は、弟のゼッポと協力して、プロダクションを経営することとなる。ゼッポとの共同経営を終えた後、ガンモは、兄、グルーチョの代理人を務める傍らテレビ番組、ザ・ライフ・オブ・ライリーの制作などにも携わった。ガンモは、グルーチョ以外にも多くの俳優や、 作家の代理人を務めている。ガンモはビジネスマンとして大変な信頼を勝ち得るようになった。彼は代理人としてクライアントと契約書を交わすことを滅多にしなかった。自分の仕事を気に入ってもらえたらそのまま自分を使ってくれれば良いし、気に入らなければ他を当たってくれれば良いというのが彼のビジネス哲学であった。他の兄弟たちとは異なり、 彼の社会生活は主に実業家たちと関わるものであった。ガンモというニックネームはガム州から取られたものだが、これは彼が舞台裏で足音を立てずに歩き、相手に気取られずに忍び寄る癖があったためだと言われている。電気作者や家族によってなされる別の説明は彼が兄弟の中で最も病弱であり、悪天候の時には病気にならないよう常に ゴムのオーバーシューズを履いていたためだというものである。4兄弟のニックネームは、イリノイ州ゲールズバーグのオーハムシアターでトランプをしながら考え出されたものだが、この名前が彼らの生涯を通じて使用されることとなった。ガンモは1977年4月21日、カリフォルニア州パームスプリングスで死んだ。彼の死はグルーチョに伝えられなかった。 グルーチョはこの頃すでに病気が悪化しており、この不法は、グルーチョの健康をさらに損なうことになると、周囲の人々が考えたためである。ジャスパン・フォードの小説、ザ・ホース・ベアーにおいて、ガンモ・マルクスを検証した、遊園地、ガンモ・ワールドなるものが言及される。ヒエス・アイ・セット時において10から36を表す、ガンモは、彼の中から取られている。なお十から二十七、十から三十。 10から33、10から39はそれぞれ、ハーポ、グルーチョ、ゼッポ、チコである。ありがとうございます。